今月のフレッシュマンは阿蘇警察署にお勤めの男性フレッシュマンご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前と年齢を教えてください。はい、鳥取大輝と言います。年齢は、今年の5月で21になります。はい、お住まいはどちらですか。はい、宮地に住んでおります。はい、鳥取さんは警察官になられて、はい、もうどれぐらいが経つんですか。2年になります。2年で、そして阿蘇警察署での勤務年数は1年ちょっとになります。はい、普段はどんなお仕事をされてるんですか。はい、受け持ち区のパトロールや、事件事故等の対応をしております。また、災害事故があった際は山岳救助隊の隊員として救助活動に参加しております。お仕事のやりがいとか、はい、どんなところを感じますか。はい、事件事故の現場に赴いた際、緊張感や責任感がありますが、当事者や地域の方からありがとうと言っていただいたときはですね、とてもやりがいを感じます。非常に真面目な感じの鳥取さんなんですが、ちょっと個人的なこともお伺いします。5月で21歳、まだお若いですが、はい、結婚願望とかはありますか。あります。ありますか。いい人と出会えればすぐにもしたいです。どんな方と結婚したいですか。タイプの女性は。はい、優しくて明るい人がいいです。優しくて明るい人。はい、じゃあそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きますか。はい、阿蘇湖岳が見渡せる大観望や趣味が登山ですので、はい、一緒に阿蘇の山を登りたいです。じゃあそんな方募集中、はい、ということで、はい、そんな鳥取さんを今回ご紹介しましたが、では最後にあちらのカメラに向かってお勤め先の阿蘇警察署の PR をお願いします。はい、これから、暖くなり阿蘇は観光シーズンを迎えますが、交通量の増加が予想されます。交通事故防止のため、心にゆとりを持って、安全運転を心がけるようお願いします。また現在警察官になりたい方を募集しております。共に地域の安全と安心を守る仲間をお待ちしております。ありがとうございます。では最後はですね、あちらのカメラに向かって決めポーズなんですが、鳥取さん警察官ということで敬礼でお願いしてもいいですか。はい、はい、では、あちらを向いていきますよ。今月のフレッシュマンは阿蘇警察署にお勤めの鳥取さんご紹介しました。いきます、せーの、フレッシュマン、そしてさよなら